こんにちは。日本建築と憲法座談会です。今日は、共謀罪の共謀罪に関して林先生に語ってもらいます。林先生、私憲法のこといつも話してるんですが、はい、今回の共謀罪っていうのは私が感じるだけでもいわゆる表現の自由、言論の自由、うん、結社の自由に、全てね、反してるように思うんですよ。で、その専門にいろいろ研究なさってる林先生の方からその件に関してお話してもらいたいんですが、その前に自己紹介していただけますか。はい、はい、こんにちは。フリージャーナリストの林正明と申します。私はもともとは週刊誌の記者としてこの仕事をやり始めてますが、今はずっとフリーでやっていて、海外の紛争地帯を取材したこともありますし、今は共謀罪のことも大事なんで、いろいろ共謀罪について書いたりとか、あるいは労働問題、いろんなブラック企業とかさまざまな問題が起きてますけど、そういう労働問題をやったり、あと国とか地方自治体を相手に個人が訴える国賠訴訟ってありますけど、そういう裁判での戦いを続けている人を取材しながら日本の世の中のことをこう見ていくっていう、そういう仕事をしてます。で、共謀罪に関してはこの3月の頭にですね、共謀罪に反対する100人委員会っていうのを刑法学者の方たちが呼びかけていたので、それに協力をして、その賛同人になって、そのメンバーになって、今も100人委員会を1000人委員会にしようと思って活動もしているものです。ありがとうございます。で、共謀罪の件なんですがね、たくさんいろいろと資料も集めて、今その共謀罪に向かっては私たち国民がどのような活動をしていかなきゃいけないかということ、そしてどのように危険だということを分かりやすくまず説明していただければと思います。はい、まず共謀罪の最大の特徴っていうのは犯罪が実際に起きてなくても、罪になっちゃうんだってことですよね。今まで例えば凶悪な犯罪で殺人事件っていうのがあったとしたら、実際に殺しちゃってこうやっちゃった、それは既遂って言って、その後にその前に準備段階があって予備があってとかあるんですけども、これは犯罪を思い立った段階、頭の中で思ってそれを人に相談したり喋ったり、喋らなくても、警察が犯罪の計画をした、同意をしたっていうふうに捜査当局が認められたら、罪になっちゃう、そういう法律なわけですよね。だから世の中に犯罪が起きてないってことは、誰も被害を受けてない、誰も被害を受けてない、社会に何の害悪も及ぼしていない、だけども捕まっちゃうっていうのが共謀罪なわけですよ。だから労働問題でね、例えば社長、会社はひどいからもう押しかけてって、もう絶対断行して、周りを取り囲んで断行してやろうって言って、こう会社の建物の中に行こうぜってこう話し合って、やんなくてもそれを、そういうことをやろうっていうふうに、別にこういう会社の更衣室でも喫茶店でも話したり、そういうことを第三者、自分以外の人に伝えたり、なんか目配せしてもそれが同意したっていう意味があって、その時点でもアウト。それ簡単に言うと、例えば更衣室でちょっと社長に談判しに行こうよなんて5、6人に声かけたとしますね、その中の一人がそれをチクったら、もう共謀罪だっていうわけだ。そうです、そうです。大変だね。そうですよ、そうですよ。だからなんかこう社長のところに行こうよって言った段階でももうダメですよね。その中の一人がチクったら、その本人は罪を見逃せて、だから司法取引ですね。それはもうできるようになっちゃったわけです、ね、もしかすると昇級するかもしれない、そうです。嫌な世界だね。変なやつをそのグループの中に入れておいて、あるいは警察が潜入捜査することができて、持ってダメだ、こんな名前忘れしてくれ、ちょっと待って、共謀罪には潜入潜入なんて何でしたっけ、潜入捜査も認められるんですか。条文にそんなこと書いてませんけど、共謀罪というものをちゃんと成立させて運用するためには、そういう潜入捜査もなければ確実にできないし、あと盗聴もしっかりしないとできませんよね。
なぜかっていうと普通の犯罪だったら見えるわけじゃないですか、あの人が殺されたりとか、あの器物破損されたとか、人をまあ断交だって言って大人数で押しかけてって建物の中に入って社長を缶詰にしたとか見えるでしょ、具体的に客観的に。でもこの共謀罪っていうのは頭で考えたり思ったりしたことをまあこうちょっと身近なところで相談したっていうだけでも成立するので、そういうことが言えますよね。それは怖いですね。あの本当はあの私たちのプライバシーってまるでなくなっちゃいますよね、いやなくなりますよ。だからそういう客観的な証拠がない目に見えないことを犯罪と罪として成立させるためには、あの複数の人がこう自白するとか、あと徹底的にあの盗聴してそのちょっとした会話をつかむとか、あそういうことないと非常に難しいわけですよね。だってないものを犯罪にするわけだから。そうやって考えると本当に恐ろしい法律ですね、だから本当は何考えたって自由なわけですよ。あいつぶん流ろうと考えたり、考える方だけが自由だと思いますよ。本当あいつも許せないなって、そうだよね。私ね本当あの安倍首相絶対にぶっ飛ばしたいと思いますもん。そうですね、そうだよね。でもう成立です今。そう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 。ああ捕まっちゃうぞ。だからこれは、もう一回大事なことだから繰り返しますけど、じゃあもうぶん殴ってやろうかって言ったって実際できないし、しないですよ、ね。しないですよ本当に。でもそれは関係ないですよ。しなくても何もなくても成立です。恐ろしいですね。ですよ本当に。でそのためには、なんかポイントを絞って、こういうことは絶対やらないようにみたいな、危ないぞみたいな、いや逆に今これをするにはどうしたらいいかとか。あないけどあるんです。それは、人と話をしない。人と話をしない、イエスと言わない、うなずかない、電話をもうあまりしない、フェイスブックで誰とも友達にならない、リツイートしない、いいねもしない、マークもやらない、人と関わらない。あノーローゼなんて病気になっちゃうと思いますけどね、まあ、そうするそれを徹底すれば大丈夫かもしれませんね。だからそれでいいんですか皆さんっていう話ですよ。でも確実ですよねそれは、人と関わらない一切。まあそういったすごく怖い、だからすごい暗い世の中になると思いませんか皆さん。それ、ね、あのまあ一応あの閣議決定してこれからの国会で通すんですけど、実際あの最近、あの国会は機能してないと、はい、閣議決定で何でも決まっちゃう、ね、新聞やテレビ見ても、閣議決定されましたが国会で通りましたよりも大きいの、そうなんですよ。本当は憲法に決められているように、あの国権の最高機関は国会であってね、そこでいろんなことを議論してあるいは妥協してうまいところに着地で持っていって法律を制定して、その後はまあ運用していくってことになるわけだけど、本当に今おっしゃったように最近閣議決定で重要なことを決めてしまってね、閣議決定っていうのはそのあれですよね、総理をはじめとしてあの各大臣の集まりですから、まあ20人もいない18人19人とかそのくらいの人数で、あの日本国のことを決めちゃってるわけですよね。要するに19人の独裁、そうです。怖い世の中になりました。せめてこの共謀罪だけでも、そうですね、通さないようにするためには、やはりこれから、訴えたりいろいろするんですよね先生は。そうですね、します。あのしますけど、一つはなかなかね、昼間活動するのは難しい方がほとんどだと思いますけども、まずこれから今日からですかね、12日から、はい、あの委員会で、具体的に始まるってことなんですけど、まず委員会を監視することですよね、やっぱり何を話されてどういうことを話さないで何を政府は逃げているのかということをちゃんと見て押しかけて、それをあの報道したり、それこそ Facebook だとか Twitter で流してこんなことだよってどんどん知らせることと同時に、あと野党に頑張ってもらわなきゃいけないと思いますよ。あの民進党をはじめとして裏切らないように。民進党はねちょっと私があんまり信用してないんですけどね、ただまあいろいろ問題もあるんですけども、それでも
とにかく野党に、ね、今反対、明確に反対してるのは、民進党と共産党と社民党と自由党、この4党ですけど、だから頑張れと発砲をかけて、最前線に立たせて、もう一歩も引かせないように仕向けると、そのためには国会の外で騒がなきゃいけないので、インターネットでも騒ぎ、何か日比谷、まあ、東京だったら日比谷野音とかね、国会の前でしょっちゅう座り込みとかいろいろやってますけど、そういうところに少しでも参加して、それをさらにこう取って広めるとか、もう徹底的に騒ぐしかないと思いますよ。騒げば多少は変わりますね。騒ぎましょう。さっきも別の、はい、別の番組でも言いましたけど、最初マスコミは政府の言う通りそっくりそのままに、ね、はい、テロを防ぐために共謀罪の要件を厳しくしたテロ等準備罪って言ったのは、共謀罪の要件は新たにしたって多少変えるとかね、まあ、わずかだけでもそうやって少しずつ少しずつこう世論を盛り上げて変えていくっていうのは大事だと思うんで、やっていきたいと思いますし、まあ、個人的にはね、この4月15日には、まあ、毎月勉強会ってやってますけど、はい、選挙違反でね、ビラをまいて捕まっちゃった人っていう、これ目次的凶暴だって裁判で認定されちゃった人を招いて講演会をやって、それをまあ中継して広げるとか、あるいは今度ね4月23日っていうのは、1億3000万人凶暴の日っていうふうに銘打って、何でもいいからイベントやったり、1人でもいい、まあ、できれば2人以上がいいですけどね、凶暴しなきゃいけないから、凶暴していろんな集会をやったり、催し物をやったり音楽をやったりして反対しようってことをやっていくので、ぜひ、皆さんもね参加してもらいたいと思いますね。それはどちらにいわゆるこうアテンドすればアクセスすればそういった情報をいただけるんですか、ね。一つはね、共謀罪に反対する100人委員会っていうのではやってますから、はい、そこが一つと、あと、まあ、ネット上ではもう4月23日共謀の日っていうのに入れていくと、今だん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 情報が出てくるようになりました。なるほど。4月23日、はい、共謀の日、はい、これテストに出ますからね。え、うちテストあったっけ。あ、ないない、ありませんでしたぜひ参加してください。もう何でもいいですし、なんか川柳もやるっていうし、共謀罪川柳を応募してそこで発表して賞を出してやるとかね、うん、それは面白そうですね。あと刑事さんいらっしゃいとかね、ん、捜査経験者体験者、元警部とか警部補とか集まってもらって、まあ一部の元刑事さんに言わせると、何国会は甘いことやってるんだ、もう警察なんか共謀罪だったらもう思いっきり使うに決まってるじゃないか、ねえ、っていう元取り調べ担当者がもうそう言ってるとか、そういう人たちに集まってもらって来てもらって、講演して発信するとかね。277の疑惑ですね。277の疑惑なんですよ本当に。だからそういうのも企画してるし、あと10年前に流行った、一部では流行った共謀罪の歌っていう歌を流行らせようとかね、もう一回 YouTube にアップしてみんなに皆さんに聞いてもらおうとか。あ、そうですね、いろんなことをやろうと思ってます。こういろいろと林先生の方からのそういった呼びかけを広めるように私も応援しますので、はい、よろしくお願いします、はい、みんなで共謀罪をなんとか廃案にね。そうですね、はい、ではそろそろ、最後に一言お願いします。共謀罪はもう、思想信条上の自由、表現活動、言論活動、報道の自由、もう全部全面的に否定するような法律だと思いますので、もう絶対に廃案する以外にないです。これに関してはもう報道でも何でも中立はありえないと思いますね。もちろん客観的な事実関係をしっかり報道するってことは、これは大事ですけども、この共謀罪は絶対許しちゃいけない、そのことをもう重ねて強調させてもらいたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。では、これで、共謀罪に関する問題に関して、日本検挙憲法座談会、今回の番組はこれでさようならです。ではいつもの未来を信じる言葉で終わらせます。じゃあまたねまた会えるでしょう。会いたいですね。
またねー。